はいどうも。ということで、本日はツインズ実装されて、しばらく経ちましたけども、ツインズね、ビクトルっていう、この弟分と、このお姉ちゃんを操作するキャラなんですが、この弟のね、飛びつき攻撃を当てられないっていう意見をよく聞くので、今回の動画については、その飛びつき攻撃の当て方について説明していきたいと思います。で、このキャラなんですけど、まず前提として、このお姉ちゃんの方は足は普通の通常のトラッパーとかレイスと同じ 4.6 メートル。で、弟の方はちょっと正確な数字はわからないんですけど、聞いたところによると 6. 何メートル毎秒。で、結構早く移動できるんですよね。なので、そのエーペックスとかでいうドローンみたいな役割をすることもできる。高速移動してね。いろんな使い方がある子なんですけども、この子のね、扱い方の難しいところとして、シャルロットの時と比べてね、感度が高いんですよね。別にキーボードとかコントローラーの感度をいじってるわけでもないのに、ビクトルを操作している時に関しては非常に感度が高くなって、通常よりね、やっぱ当てづらいんですよね。で、しかも、ビクトルに関しては一回その突進攻撃を外してしまった場合、サバイバーに潰されて、一定時間ビクトルが封印されてしまうという、すぐ戻ってくるんですけど、それでもやっぱ潰されてしまうというのは結構打撃が大きいので、できれば、外さずに当てたいところですよね。で、このビクトルの突進攻撃、飛びつき攻撃に関して、飛びつきっていうところからどうしてもこの、デモゴルゴンのね、シュレッドと、似てるんじゃないかと思われる方も多いと思ってて、僕も実際ね、最初はそう思ってたんですけど、やっていくうちにね、当て方はね、シュレッドというよりは、僕の中ではこっちなんですよ。ハントレスの斧当てに近い感覚だと思ってます。図で説明するんですけど、例えばサバイバーがこの方向に逃げたいって言った時に、ハントレスの斧を避けるときって、こっちに行きたいから、こっちに向かいつつ左右にフリフリするじゃないですか、体をこういう感じで。行きたい方向としてはこの赤矢印の方なんだけど、斧構えられたら避けなきゃいけないから、そこを左右にフリフリしながら避けていく、走っていくと思うんですけど、でハントレスの斧を当てる時の基本っていうのは、キラーはこの、なんですかね、この真ん中、この軸の部分、サバイバーがよく通る部分を狙って、そこに置きエイムをしておくっていうのが、この軸の部分を狙ってあげるっていうのが定番なんですよ。で、これに関しては、ビクトル君も、全く事情は一緒で、要は、サバイバービクトルの攻撃を受けたいんで、こんな感じで動いたり、てかその場でこうぐるぐる回ったりとか、いろんな動きをするんですけど、要はこう動くサバイバーであれば、この軸のところを捉えてあげればいいわけですよね。もうなんなら、ビクトル君は感度が非常に高いので、サバイバーの動きに合わせてるようだと結構外しやすいんですよ。なので、もう置きエイムしといて、サバイバーがこの、自分の置いてる位置に来た時に放つっていうイメージの方が当てやすいです。これは実際にこの後クリップも見てもらえますが、僕はよくそうやって当ててます。で、自分の周りをくるくる回ってくるサバイバーに関しても一緒ですね。こうぐるぐる回っていく中で、自分でこうね、ここを捉えるぞっていうところを決めて、ここを決めてサバイバーがここを通った瞬間に、飛びつき攻撃を放つというのが、セオリーかなと思っています。とは言ってもですね、実際の場面では、どうしても急いで当てなきゃいけない場面とかも出てきて、必ずしもこう、ゲームだけでやってるというわけではないんですけども、ここ2週間ぐらい研究してみたところ、やっぱりね、ゲームが一番安定するんですよね。心理的に焦るほどこのキラーの、飛びつき攻撃は本当に当たらなくなるってことが実感できたんで、ぜひね、置きエイム利用していただきたいと思います。で、ここからは、ビクトル君のね、突進攻撃のクリップ集をお見せしたいと思いますので、参考にしていただければと思います。それでは、声付きの解説はここまでになりますので、よければ高評価、チャンネル登録していってください。最後までどうぞ。2人でもいいけど、やっぱ3人欲しいよね。
待って、ここ2枚いたんだけど、やば。